ねえ、生きるってことは罰なんだね。私、高倉家で暮らしている間、ずっと小さな罰ばかり受けてたよ。返すよ、あの日兄貴が僕に分け与えたもの、僕にくれた命。お願い、帰ってきて、カンちゃん。だからさ、リンゴは宇宙そのものなんだよ。手のひらに乗る宇宙。つまりリンゴは愛による死を自ら選択した者へのご褒美でもあるんだよ。世界は間違えている。お前も分かってるんだろ。何をするつもりだ。俺は必ずお前を助ける。恐ろしいことはしないで。